わかんねえから、とりあえず総当たりだな。うん。たぶん、だいたいわかると思う。これなんだ？わ、大きい穴。赤いのが見えるけど、なんだろう。これは人形。トローにも穴が深くて手が届かない。諦めましょう。赤い人形。お、あのマッチ売りの女、ムカつくわ。ねえ、代わりにあの女、ケルルルルル、懲らしめてよ。あいつは水が苦手なの。棚に水が入ってる瓶があるから、それを使って。そう、水がね、ふふふふふふ。怖いわ。何も見えないね。ここはどこなんだろう。あの子は一体何者なんだろう。何もわからない。もしかしたらここは死後の世界で、私たちはもう。気をしっかり持って。あなたはまだ生きている。生きていることを諦めないで。諦めないで。僕は死んでもいいから、死ぬ前にお姉ちゃんに会いたいな。こら、そんなこと言わないの。僕のことはいいんだ。殺されても仕方のないことをしちゃったから。ケンイチ君。それはきっとみんな同じ。きっとね。でも私は死にたくない。助かってほしいな。何かしらこの瓶。水なのかな。水？お手に入れました。これ水じゃなくてなんか塩酸とかそういうものじゃないのこれ。ただの水ではないのかもしれない。水かな？水じゃないかな？みたいな。敵かな？味方かな？みたいな。なんだこれ。お帰り、いらっしゃい。お帰りなさい。マッチ、マッチはいかが？わあ、マッチ売りの少女だ。少女？この子に水をかければいいのかしら。えい！ドポン。はあ！熱い熱い！痛いよー！合ってたー。合ってたー。うわー、死んじゃったよー。焼け溶けた肉塊のそばにマッチ箱が落ちています。マッチを手に入れました。うわー、黒霧島いらっしゃい。ゴロがいればゴロで試したのにね。眠れない、眠れない、安らかに眠りたい。眠れない、眠れない。全部凍らせたまま。あったよね、ビーズに。お、赤黒い液体と濁った白い液体が注がれています。すごい匂い。おっと、あ、忙しい忙しい。早く食事の準備を済ませないと。そう、ビーズのゼロだね。よくわかった。あ、大変大変。残さず食べないと殺されちゃう。殺されちゃうの。今日カラオケ行った時、あれですね、尾崎を歌いました。尾崎を。お花綺麗でしょ。大切に育ててるの。あ、この黄色い花。こんなところに花？怪しさ満点だね。持っていこう。怪しいのに持っていくの。花を手に入れました。子供は純粋だからな。ひどい！ごめんてー。ごめんてー。あ、なんだ？水浴び、水浴び、ルンルンルン。暑いの嫌いよ、あっちっち。マッチ使えますか？はーい。やめて、暑い暑い、いやー。ごめんなさい。ごめんて。そばに水があるから飛び込めばいいんだよ。絵日記が落ちています。学校の帰り道。これ可愛いな、この絵。いつも二人で寄り道してた。一緒に人形作りの材料を買いに行った。はしゃぎすぎて店の人によく怒られたね。怒られちゃって困ったように笑う四つ葉ちゃんが大好きだった。ももー！おっと？ダメだ、イントネーションが直らないぞ、これは。ちょっとしたことになってるぞ。待って、あ、これで花を。眠れない、眠れない。安らかに。花を添えます。綺麗、綺麗、お花綺麗。おやすみなさい。わー。絵日記が落ちています。サプライズで四つ葉ちゃんの誕生日を祝ったら、すっごく驚いてたね。プレゼントの中身にも驚いてたよね。あげたのは四つ葉のクローバーのキーホルダーと、ゾンビ人形。ゾンビ好きなん？個性的なプレゼントって言われたけど、そんなに変だったかな。驚きながらも嬉しそうに笑う四つ葉ちゃんが大好きだった。あれ、何か落ちてるよ。クローバーのキーホルダー。桃がくれたやつ。桃どこにいるの？キーホルダーを手に入れました。でもこの流れだと絶対桃ちゃん死んじゃってるんだよね。デビルク星人じゃないと思う。あんなエロくはないんじゃないかな。わ、大きい穴。これは人形。あれ？待ってよ。この後どうするんだ？なんだっけ？穴にはなんだっけ？釘か？青い炎で燃やされた。ちょ、待ってよ。あれ？次何するんだっけ？これ読んだよね。これ読んで、こっちかな？これか？これか？あれ？違う。四つ葉のキーホルダー。違う。あれ？何かを見落としてる？
他になんかやってないこと、やったよな。あの液体水じゃなかったよね。マスカリ硫酸、そんな。セリフちょっと変わってた。ここか？この人、この人か。ざまあ見ろ。いや、でも、気になるものは特にない。僕、この瓶が欲しいな。キラキラして綺麗。やめなさい。はい、ここから出ましょうね。あれ？大きい穴。あれ、ここじゃないのかい？え、全部やったよね、これ。あれ？やることがない。え？あ、人の手が、綺麗に盛り付けられても、人の手が。おや、気持ち悪い。右手かしら、折られて切り刻まれてる。ひどい。右手？腐った肉にたくさんの釘が刺されてます。これだ！この釘何かに使えないかな。少し、いえ、かなり汚いけど持っていきましょう。釘を手に入れました。あ、いけたのか。これね、なんか、これ障害物だからいけないと思ってた。なるほどね。ごめん、探索不足だったわ。なるほど。積んだかと思ったが、そんなことはなかったぜ。で、ここに釘を落としますと。椅子だったんだよね、あれね。右手が落ちてる。痛い！痛いよ！はぁ。絵日記が落ちています。四つ葉ちゃんは優しかった。バカな私に呆れたり怒ったりしないで、根気強く勉強を教えてくれた。借りてた参考書によだれを垂らしちゃっても笑って許してくれた。垂らすなよ、それは。え？そんな優しい四つ葉ちゃんが大好きだった。垂らすなよ、それは。なんで垂らしたん？あ、もういいのかな。全部見たよね。なぜ垂らしたし。お。あなたと一緒。楽しい思い出、ずっと友達。でも裏切った。やめてー。どないしたん？おっと？逃げ芸か、また。今度は何？うぅ。ケンイチ君どうしたの？なんかここ寒いよ。ゴロさんの時と同じ感じ。まさか。マジかー。どうして？信じてた。裏切り者。助けて。私は知ってる。見てたのに助けなかった。見てたのに。憎い。悲しい。なんだ？許したい。憎い。ちょっと待って。また追いかけられそうで怖いぞ。やっぱりな、やっぱりな、やっぱりな。うわ、増えた。増えたぜに無勢でござる。やめてやめて。うわ、ちょっと待って。早く逃げて。いや、だってだってだって逃げて。早く。はいはいはい。ちょっと待って。まあどうせ知るけど、やめてお願い、逃げて、助けて、って、まあもうだからさ、話しかけるしかないじゃん。ビャッコさんいらっしゃい。話しかけるしかないじゃないですか。これ初見殺しだわ。初見殺しだわ。やるさ。やるさ。初見殺しでしょ、こんなの。いや、いたら話しかけるでしょ。何か特殊なイベントがあるかと思って。無視だよ、無視。何が早く逃げてじゃ。大きい大きい。初見、上だ。いらっしゃい。うん。量もいらっしゃい。何今の何何なのよ。目があるよ。落ち着いてよ、つばさん。大丈夫、逃げ切れたわ。でも絶対また追いかけてくる。その時はもう一度逃げるだけだよ。大丈夫、一回逃げ切れたんだ。きっと、次も大丈夫だよ。うん、ごめん、少し落ち着くね。大きいの来たよね。さっきの右側だったら死んでたかな。グッジョブだった、今の。よかった。スネ吉兄さんに蝶野いらっしゃい。ベルいらっしゃい。見てた。見てたよね。待って。あ、この目動くんだ。めっちゃ見てるよ。裏切り者。なんかいじめられてるのは見て見ぬふりしたのかな。そういうこと？ねえ、おつばちゃん。どうしたの？最近ね、誰かの視線を感じるの。ストーカーか？え？通学中や部屋に一人でいる時とか、誰かがずっと見てる気がするの。怖いよ。部屋にいる時も？え？めっちゃ見てる。今のは四つ葉さんと桃さん？四つ葉お姉さん、今のお話に、会話に覚えある？え？ストーカーかな？どうして？ひどいよ。助けて。ゴロかな？ゴロ。ゴロならやりかねない。四つ葉ちゃん、私の机の中にこんなものが。ラブレター？
そんな可愛いものじゃない。なんか、なよ、見て。ごめん、いつも君のこと見てるよ。早くももちゃんと一緒に暮らしたい。子供たくさん作ろうね。早く君と繋がりたい。ゴロウより、みたいな。へへへ、ゴロウより、みたいな。なにこれ？気持ち悪い、気持ち悪い。なんなのこれ？ママ。ゴロウじゃないのか？塩分いらっしゃい。ももさんに一体何が？ゴロウじゃないの？見てたくせに。痛い痛い。苦しい。ゴロウの風評被害。ああ。人形に話しかけたら、女の子の泣き声が聞こえます。ええー。もう無理、もう無理。あの気持ち悪い手紙は毎日届くし、私物に変な液体ぶちまけられてるし。何それ？白いやつ？お母さんは私に無関心で、弟のことばっかだし。四つ葉ちゃん、助けて！もう警察に行こう。大丈夫。私も一緒に行くから。うん、ありがとう、ヨツばあちゃん。ももさんはストーカーに悩まされていたのね。初見さんに、とどろき、いらっしゃい。でも、ももお姉さん、四つ葉お姉さんにちゃんと相談してたから、大丈夫だよね。助かったんだよね。おっさんいらっしゃい。なんなの？でも、多分、警察は動いてくれないよね。なんだ、見過ごした？いやでもあれだよね。もしさ、目の前でさ、友達襲われてても、いけないんじゃないか、女の子は。男だったら、ちょ、待てよみたいな、いけるかもしんないけど、それで逃げちゃったんじゃないかな。あこたんに、みゆいらっしゃい。それは仕方なくないか？あれ、新聞があるよ。ところどころ破れてるわ。読めるかしら。して、森日山学校。あ、新日かな。山学校の女生徒が扮された事件で、近所に住む45歳無職の男が逮捕された。五郎の可能性がなくなった。被害者の扮の損傷は激しく、扮手と扮足を折られ、暴行を加えられた後、扮を扮され、扮したことが、捜査関係者への、取材で判明した。すげえ不正事がされてるけど、何されたの？本文にいらっしゃい。近隣住民によると、被害者は男のストーカー行為に悩まされており、ふんと一緒にふんに相談に行こうとした日に男に襲われ死亡。だから相談に行ってないのか。被害者はふんにも相談していたが、実のふんである被害者に対して関心を持っておらず。ん？ああ、母親かな。母親に相談したけど、実の娘である被害者に対して関心を持っておらず、この先は破れていて読めません。うん、ほとんどわからないね。そうね、四つ葉さん？ごめんなさい、ごめんなさい。うわぁ！もしかして四つ葉お姉さん、この事件のこと知ってるのかな？そうかもしれないわね。でも何かを知っててもおかしくない。私たちは恨まれてるから、ここにいるんだもの。四つ葉ちゃん悪くないと思うんだけどなぁ。うわ、なんかめっちゃ人形と目があるよ。セーブだよ。この人形、俺の目はなんだ？え？なんか言ってるけど怖い。低くつぶやく声が聞こえます。両足、右手、子宮、心臓。何のことかしら？両足、右手、子宮、心臓。の順に、もぐの？何？もぐの？低くつぶやく声が。死で学校の殺害された。これさっき4、あ、待って。あ、全部見れるこれ。被害者の遺体の損傷激しく、右手と両足を折られ、暴行を加えられた後、胸部を刺され、死亡したことが、調査関係者への取材で判明した。もうめった刺しやん。無月でいいかな？に、和骨ですに、はるか、いらっしゃい。近隣住民によると、ストーカー行為に悩まされており、友人と一緒に警察に相談しに行こうとした日に男に襲われ死亡。被害者は母親にも相談していたが、実の娘である被害者に対して関心を持っておらず、被害者。さっきの記事。まあ、とりあえず見てみようか。私一番、どの部位を破壊しますか？え？待て。一番どれだ？あ、待って、さっきの順番か。
両足、右手、子宮、心臓。壊すの？一番。両足。足にナイフを突き刺しました。ウェーイ！ウェーイ！痛い痛い。私4番。じゃあいらない。2番。右手。右手を折りました。ウェーイ。痛いの、本当に痛いの、やめやめて。めっちゃ叫ぶやん。痛い痛いよ。ごめーんなさい。次、子宮かじゃあ。子宮。うわー、下腹部に棒を突き刺しました。見せられないよ。ごめんなさい。ぐわー。うわー、えぐい。私4番、心臓。とう。やったぞー。やったぞー。なんかいるな、いるな。いるな。イシュタルいらっしゃい。いるな。あなたはまさか？ママ？やっほー。え、順番合ってたよね、順番。四つ葉ちゃん、まだかな？でも、今日で怖いのもおしまい。今日、四つ葉ちゃんと一緒に学校に行けば。警察に行けば。ちょっとおかしいぞ、文脈が。おあなたは？ああ、話して、話してよ。ママ？助けて、四つ葉ちゃん。四つ葉ちゃん？いやー四つ葉ちゃん、逃げないでー。でも、立ち向かっても勝てないかもしんないけど。待って、四つ葉ちゃん、置いていかないで。いや、でも、この場合どうなんだろうな。助けに行っても、ね、二人とも殺されそうだけどな。助けてよー。力じゃ勝てないもんな。わかる気はするけどな。四つ葉お姉ちゃん、ももお姉さんのこと。私だって好きで見捨てたわけじゃない。でも、怖かったの。ああ、四つ葉さん。ああ、明人くん？え？明人くん、どうしてこんなところに？お腹痛くて動けない。助けて。どうしたの？拾い食いでもしたのかい？大変、私が背負っていくわ。さあ乗って。ポンポン痛いの？もう少し待って、痛みが収まったから。大丈夫？お腹さすろうか？いや、いいよ。痛いの、痛いの、飛んでけー！天使。どう、治った？痛くない？もしかしてまだ痛い？役に立てなくてごめんね。いや、3割くらい治った気がする。マジか。そんなヒーリング能力が3割治るの？わあ、よかった。すごい。ねえ。何？僕のこと置いてかないでね。え？うん？うわい！やめて、やめて、やめて。なんか出てるお腹から。うわ、左目の挙動がすごい。ひぃ。どうしよう、どうしよう。アキトくん、私の背中に乗って。早く！いやー。待って、行かないで。まだアキトくんが。いや、まだ死にたくない。死にたくないのー。レインいらっしゃい。四つ葉さん。うわー、ギャ。痛い。ギー。ガハ。うわー。どうなった？じゃあ見に行こうぜ、ちょっと。どうなったか見に行こう。ああ。そんな。まあ、四つ葉さんはゴロのジャージ着てたから、呪いのアイテムを装備してたから仕方ないんですよ。ゴロのジャージ着てたからな。免れんだろうな、死は。呪いのアイテムを装備させちゃった俺が悪いのか。うわー、これあれじゃないか。モズの習性じゃないのか、これ。餌を針に刺すみたいな。太い棒で貫かれた四つ葉の死体があります。四つ葉さん。ハンターでこんなの見た。お疲れ様。やっぱあれだよね。なんか不敵なことを言うときは目の色変わるよね。二重人格なのか、この子は。
また見捨てたね、あの人。これが最後のチャンスだったのに、もしあの時みたいに見捨てなければきっと許してもらえただろうに。四葉さんを試したのね。寂しいよね、こういう人。臆病なばかりに大切なものを失って後悔する人。じゃあ、試してたのか。わざとか、さっきのポンポン痛いのっていうの。ね、君は大丈夫かい？君は大切なものを守れる勇気があるかい？ま、そうは言っても、いざという時は逃げてしまう人の方が多いだろうけどね。あははは。は、あ、キヒト君、君は。じゃあね、また会おう。なんだよ。だから、ケンイチの優しさに戸惑ってたのかな。戻ってきたのね。四つ葉お姉さん、守れなくてごめんなさい。ケンイチ君のせいじゃないわ、悪いのは。悪いのは、ゴロウよ。全部ゴロウが悪いのよ。誰かしらね。霊感お姉さん？なんでもないわ。さ、みんなのところへ行きましょう。もうゴロウでいいでしょう。ずっと一緒だよ。まあ、大抵ゴロウが悪い。うわぁ、ゴロウここに眠る。コムさんありがとう。真の友はどんな時にも愛し続けるものであり、苦難の時のために生まれた兄弟である。我ら生まれし時は違えども、死ぬ時は一緒じゃいみたいな。遠縁の誓いかな？わ、集ってるみんなまた。やってる！